EV スタートアップのボーリンジャーは、商用車開発へ移行するために、新型 B1、B2 の開発を延期しました。B1、B2 の開発は無期限延期。近年、電動オフローダーの発売計画で、世界中の関心を集めているベイムシガン州の EV スタートアップ企業、ボーリンジャー、ボリンジャーは、商用車の開発を延期し、 商用車に集中することになった。同社は2019年のロサンゼルスモーターショーで、電動 SUVB1 と電動ピックアップトラック B2 を、ほぼ生産可能な状態で披露し、欧州での販売計画まで発表していた。しかし今回、創業者兼 CEO のロバートボーリンジャーは、商用車の開発に重点を移すため、 この2車種の開発を無期限に延期すると発表したメディアや顧客に宛てたメールでボーリンジャーはこう語っている私たちは地球上で最高のトラックを作るという夢を持って2015年に B1 と B2 の製作を開始しましたオフロード性能に優れた全輪駆動の B1 と B2 はパワフルで革新的そして個性的です私たちは 数え切れないほどのハードワークと情熱を注ぎ込んで、スタッフ全員が誇りに思えるものを作りました。しかし、今回、私たちは、その開発を延期し、商業用トラックと商用車へ焦店を移すことにしました。これは、私たちにとって、極めて重要な動きです。なぜなら、技術開発を継続し、環境に優しい未来に、 真の影響を与えることが可能になるからです。同社はデビュー以来10万ポンド約1560万円の B1、B2 発売に関して具体的な発表を行っておらず、2021年に2度目のロサンゼルスモーターショーに登場したものの初期のデポジットが一部返金されたと報じられていた。現在はボーリンジャーが B1 及び B2 プログラムを再開できる状態になるまで、残っているデポジットも払い戻されることになっている。商用プロトタイプは3月登場オートカルが2019年に販売責任者のジェットパーソンズに話を聞いたとき、当時2021年に着手する予定だった。初年度の生産台数1000から1250台のうち、半分以上が販売されていることを教えてくれた B1、B2 は、 リビアン R1S や R1T、テスラサイバートラック、GMC の新型、ハマー EV に並ぶ電動オフローダーとして、期待を集めたが、オーリンジャーは製造のパートナー企業を公開せず、リビアンのように既存メーカーからの投資も得ていなかった。今後、同社が開発に専念するという商用車は、クラス3からクラス6までのトラックで、基本的には、B1、 B2 のアーキテクチャを応用して、大型ピックアップトラックと小型トラックを展開することになる。B1、B2 はクラス3に相当するサイズだが、ホーブス氏によると商用車は異なる市場をターゲットにしているため、これとは全く別タイプのモデルとなり、最初の試作車が3月に公開される可能性があるという。しかし、ボーリンジャーは、キャビンから2台まで貫通するユニークな、 パススルー機構を引き続き採用するとともに、様々なサイズのバッテリーも用意するとのことである、乗用車の最高出力 623PS、最大トルク 92kg、M のデュアルモーター、ドライブトレインが商用車に引き継がれるかどうかは、不明だが、2359kg の積載量と 3402kg の牽引力は、商用車ユーザーにとっては、間違いなく、 訴求力のあるものであろう。ボーリンジャーは、ホーブス氏の取材に対し、B1 と B2 は、規模の経済をもたらす商用プラットフォームの販売に成功し、そのバッテリー技術が一般に使用できることが確認された時に戻って、くると語った。同社によると、B1、B2 の写シ真シを購入し、顧客のニーズに最適な車両に改造できるという。